い、どうも、全力絶叫 YouTuber、ビームールです。ということで、本日ね、プロ野球がまたこれね、いっぱい試合が終わったわけですけども、まあ、僕ね、やっぱ、推し選手っていうのがやっぱいましてね。それは、その選手の特徴であったりとか、その体型であったりとか、あとやっぱり応援歌であったりとか、まあ、そういうところなんですけどもね。やっぱこの、推しの選手がね、打つっていうのはすごい嬉しいものでですね。んで、今日なんですけどもね、今日のプロ野球な、二軍戦を含めていっぱい試合がありまして、本当に今日全部良かった。全部良かった今日はして。この推しの選手という点で。まずですね、この大本命、オリックス・バファローズの試合なんですけども、このオリックスの試合で、最近育成から上がってきたこの外国人選手で、セデーニョという選手がいまして、セデちゃんって言ってるんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。もちろんその、打ったりとかしてね、その、打法はもちろんいいんだけども、その後の仕草が可愛いんですよ。そのベース上でのね、あれとか。なんかベンチでなんか、そのオリックスのタオルチャンネルがかかってる時に、なんかセデちゃんもなんかタオルダンスのふりしてるんですよ。なんか、そのタオルダンスの振りまで見て。可愛くないですか？そういうなんか可愛いところが好きなんです。で、あと、体重が一応88キロってやってるんですけど、どう見ても100キロ超えてるんですよ。120キロ超えてるんです。それでなお、それでいて、体重は88キロという表記。そんなわけないんですよ。そういうなんかバレバレの嘘をつくところも可愛いんですよ、セデちゃん。そんなセデちゃんね。おとといも、しっかり打点を上げまして、西武戦で。本日もですね、俺オリックス今日4点取ったんですけども、この4点、すべてこの人からです、セデーニョ。3回、セデーニョ、満塁の場面で、2アウト満塁場面で。なんと先制決勝のグランドスラム満塁ホームラン、セデセデセデちゃーん、バレラベル超えた。ホームラン2本。もう超えてる。とっくに超えてる。もうなんか好感度でも超えてる。いや、俺はラベルも好きやったけどな。ラベルも好きやったけど。みんながそれどうかわからんけど、その全体的な好感度超えてる。ビドルより超えてる。ビドル好き。でもセデちゃん好き。で、そのセデちゃんね、可愛くて打てるってもう無敵じゃないですか。結局今日この4打点だけなんですよ。結局その後3点取られて、追いつかれそうになったんですけど、結局逃げ切ったんですよね。満塁ホームランがなかったら、負けてる可能性高いんですよね。育成出身なんでね、ベネズエラ出身。いや、本当にね、これゴンズイもようやってるけど、セデちゃんもこれようやっとる、ほんまに。まあ、こっからね、この打法が続くかどうかわかりませんが、もう可愛いから全部許す。うん、可愛いから多少のことしても許すから、うん、もっと可愛さ見してくれ。あともう、ね、一人、推し、前、はい。これ中日ドラゴンズの石川昂弥選手なんですけども、僕バッフェじゃないっすよ。バッフェも高谷応援してる。僕もね、一応ね、ビームレールとして、一応高谷選手の応援歌を応援させてもらってるんですけど、はい。石川昂弥選手、本日ね、ヤクルト戦で、まず、先制ホームラン。最近、打撃の状態が結構上がってきてるんでね、いいじゃないですか。そして6回には、本日2本目となる、ホームラン。石川昂弥選手、今日2発、完全に昂弥が覚醒しとる。オールスター今からでも出ろ、応援歌要員として。いける、いける、いける。プラスワン投票、あと何日、あと2日。あと2日で何とか昂弥ならへんか。うん、バウは来えへんか、多分バウはと思うけど、なんとか高谷滑り込めへんか。なあ、この応援歌要員として。この高谷の応援歌ほんまに好きなんですよ。間違いなく2021年できた応援歌で1、2を争う名曲。この応援歌を高谷が活躍すればスクロード聴けるんや。ザーカーブルーウィーツイーザーでーウィードメタタカーエーエーエーフリーだけタカヤウトバタカヤ夢の放物線タカーブルーウィーツイーザーでーウィードメタタカーエーカットバセタカヤ。そしてですね、最後もう一人の推し選手、ここで島内、島内宏明選手は今現在2軍にいると言いましたけども、本日ジャイアンツ球場で行われました、楽天対巨人2軍戦イースタン戦、はい、島内選手ね、なんか今日ジャイアンツ球場ですごい応援歌、一人応援歌兄貴がおったという話ですけども、なんかね、その楽天選手の攻撃の時になんかすごいなんか一人で応援歌を熱唱する兄貴がおったらしいんですけど、なんかね、島内選手の打席の時に一人応援歌兄貴がおるとか言ってバズってましたね、モレルや言うてね、僕は今日一言も何もそのね、SNS 発信してんですけど、なんか勝手にね、漏れるやって言われてるんですけど、はい。まあ、それは、さておき、島内選手、そのね、一人応援歌熱唱2期の、誰かわかんないですけど、その一人応援歌熱唱2期の歌声に乗せて、本日、二軍戦で、ホームラン放ちました！チェルチェルチェー、チェルチェルチェー、チェルチェルラララララ、ここで、スマウティー、シャワーリのウィッチだ、おー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 お
あんま普段に行くんですよね。そういう一人応援歌に行けおらんらしいやん。これ応援歌のおかげで打てたんちゃうかな。うん。誰なんやろな、あの一人で応援歌を二軍戦で歌ってた2期はな。誰なんやろな。ちょっとわかんないですけど。ね、また今後この誰かがちょっと判明するかもしれないですけど、はい。楽しみですね。ということで、島内選手もね、今日二軍でホームラン確実にね、まあ、調子を上げてきてると思うんで、また一軍のね、舞台で見れる時が来るかもしれません。ということでね、今日はもう推し選手が活躍しまくったということで、この B モリにとってはもう最高の一日でしたよ。球団問わずこの推し選手を作って野球を見るっていうのもね、いいっすよね。あ、じゃあ最後にね、すいません。野球って、ええー、なー。